どうもーどうもどうもーさあ、始まりました。キャンパスボーイの徳島でキャンパラナイトー。どうも、ドラえもんじゃないよ。キャンパスボーイ清水だよ。お願いしまーす。さあ、というわけで、今日は押し入れから、登場いたしました。キャンパスボーイ清水博美です。お願いしまーす。本日9月18日水曜日あ、違う違う木曜日9月18日木曜日のキャンパスボーイの徳島でキャンパラナイトスタートでございます。木曜日は私キャンパスボーイ清水博文が一人でお届けする清水博文の一人でできるもん15分配信ということで、今日は初めてですね、こちら僕のおばあちゃんの家から、初配信でございますということでね。いやー久々ですよ、こん中に入ったん。ほんまに子供の頃よう入ってましたけどね、ここの上にドラえもんやドラえもんや言うてね。え、ちなみにうちのおばあちゃんドラえもんと同じ誕生日ですからね。ほんでのび太と同じ誕生日のお兄ちゃんとね、こん中入っては、キャッキャッキャッキャ遊んでましたが、今入ってみると狭いな。子供の頃はやっぱりこう夢の世界のようなね、広く感じました。こう秘密基地みたいな感じでしたけども、今入ったらもう中で首こんなんでしょ、ほんまに。でもうね、で配信これボタンを押してからダッシュでこん中入ったんですけども、もう入るのに危ないほんまに。いやいやいや本当にね。さあ、まあ今日はここからですね、まあ配信をお届けしたいと思いますが、あ、てか最近このアップロードしてからほんまに Wi-Fi なくてもめちゃめちゃ綺麗ね。今こうパソコンでもね確認してるんですが、めちゃめちゃ綺麗わ。ほんでね、昨日アップロードしてくださいって、あのユーストリームアップロードしてくださいっていうボタンが押してたんですよ。あったんですよ。てか押したんですよ。でアップロード機能したんですよ。ということはね、また改善されてこれお届けできてるんやと思って今見てみたら、まだ反転のままやないかい。まだ反転のままや。改善しましたみたいなメッセージあったから、この反転されてんの改善されたんかなって思ったら全然改善されてへんやん、ほんまに。まあまあ、ただ皆さんこれ映ってますでしょうか、どうでしょうか、綺麗く。僕のはねずっとまた今日もぐる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 回りながら、で昨日はね、あの京都のエリカリン2回目の登場でございましたが、アイドルね、その時パソコンもなかったんで、どんな配信状況なのか全く、見えてなかったんですが、どうやったんでしょうか。今すごいぐるぐるしてるわ。これ僕のパソコンだけでしょうかね、どうなんでしょうかね。きみこちゃんがキャンパンはとコメントいただいております。キャンパンはよいしょ、あら、とね、僕のねパソコンの Wi-Fi がですねちょっと電波が悪いのでね、スムーズに動かないことが多いんですけれども、さあ映せますでしょうか、どうでしょうか。まあ何でしょうかね、この15分で話しきれるか分かりませんが、まあ昨日、まあ、今日はね、もう一日中、もう、実家の方で、もう3時間かかったわ、あれ。明日ね、ラジオあるんですけども、第3週目、毎月第3週目はキャンパススポーツということで、徳島県内で行われたスポーツなどについて、まあ、トークをするんですが、いつもね、まあ、原稿を僕作ってるんですけども、もうね、第3週目、毎回言うけど、第3週目めっ
ちゃ大変だよね、その情報。もういろんな情報を取って、でそれをまあもう15分ぐらいに、15分もないかな、収めて喋るんですけども、もうねやっぱスポーツの秋ですよ。いろんな情報が、スポーツが今徳島県内でも行われておりまして、今週末かもいろいろ始まりますけども、もうね3時間かかりましたわ。いやいやいや、出来上がった時の安堵感、いや本当にね。で最後にキャンパスボーイス言ってね、告知の時間があるんですけども、それ書いてね、二丁拳銃さんと今度ね、23日火曜日祝日に愛媛県のエミフルマサキにてですね、お笑いライブあるんですよ。あと高知の淀屋満月さん、広島のフリータイムさん、この4組でやるんですけども、それの時にまあパソコンでねいつもやってるんですけども、二丁拳銃さんって書こうとしたら、まあ拳銃は漢字で出てきたんですけど、二丁がまさかの2000000000、ほんまに二丁分のゼロが出てきまして、もう僕のパソコンの何ですかテキストがえげつないことになりました。ほんまに2000000000拳銃で数字の3、そっちも書いて思えて、そこもそうなるみたいな。まあそんなことをしながら今日はいまして、で夕方からおばあちゃん家でゴロゴロね、ずんの飯尾さんちゃいますけど、ゴロゴロねえしております。まあでもね、明日からはもう徳島に帰らんとダメなんでね、朝のバス乗って昼には徳島着くかな。ほんで夕方から FM 徳島ラジオがございます。いやー大変だね、本当に大変だね。でもなんだかんだでこう、これこの間も言うたかもしれませんけども、初めて徳島行って、いやでもなんやろうな、難波で一人暮らし始めた時やから、もうまあ徳島4年やから、4年目入った、3年4年、まあでもちょうど4年前ぐらいぶりちゃいますか、4泊5日実家でゆっくりしてるっていう。だいたい言うても長くても2泊3日とか、火水木を利用してね、火水木で金で帰るみたいなね、午前中に、まあ、要はありましたけどもね、たまたまこの月曜日が祝日で5時からも休みやったんでね、そっから大阪帰ってきて、この4年で久々ちゃいますかね、こんな長期実家に帰ってんのは。もうやっぱりこう見てみると、わー徳島なんか恋しいなっていう気持ちになってきますね。俺はここでゆっくりしてていいのかなっていう気分になってきます。でも何ですか、大阪帰っててもね、今日おばあちゃんとあのスーパー行ってきたんですけどもね、感動しましたよ。冷凍かな、冷蔵食品のところにあの竹ちくわ、ちゃんと徳島産の竹ちくわ売ってて、うわーみたいな、思わず買ってしまいましたわ。1本57円ねえ、思わず買ってしまいましたけども、ほんで昨日かな、昨日ですね、夕方チチンプイプイ見たら飯泉カモン知事って名前が聞こえて、パッて見たらなんか新しいスローガンを立てたんでしょ、 VS 東京っていう、 VS 嵐みたいなね、 VS 東京ねえ、もう東京に負けない街にしようと。それで今年のまあ4月ぐらいからこう1月かな、でもまあ計画が始まって、そしてスローガンも決まって、これからそういうプロジェクトが始まるらしいですね。うちの徳島県はええとこなんじゃとねえ、わしらが日本を盛り上げちゃるみたいな、そしたら東京も盛り上がるやろうと、わしらが日本を救うぞっていう、その VS 東京というプロジェクトが飯泉家門知事を中心に、県庁の方で始まるそうですよねえ。そんな話を見たらね、
いや、大阪帰ってきたけども、実家にね、門真に帰ってきましたけども、でもやっぱり徳島がこう、こっちに発信されている、これ嬉しいですね。思わず今日もだからスーパー行った時、野菜売り場見てしまいましたわ。徳島産の野菜ないかなーって、結構ありましたわ、ほんまに。まあ、徳島住む前はそんな見たことなかったけども、今になったら見てしまいますね。わーって、徳島やと、メイドイン徳島、いいねーと思いながら。ほんで、ラジオのこの原稿を作るのに、もう徳島の情報を、もうスポーツのありとあらゆる情報をね、また今日吸収したので、もう、パンパンですわ、今。はい。徳島のことは忘れませんよ、本当に、大阪来てても。ただね、昨日はね、まあ、夜、エリカリンにね、会う前に、僕一人でちょっとブラブラと、観光に、大阪観光。実はまあ、徳島の人もね、そうやと思います。自分の地元やからこそあんまり観光してないという方が多いと思います。僕もそうです。地元やからこそもういつでも行けるから観光行ってなかったんですが、初めてですね、天王寺を観光してきました。ずっとね、気になってたんですよ。で、徳島行くちょい前ぐらいに、キューズモールっていうのができてね。なんか、東京の109が、アベノにできるってね、天王寺に。すごいよね、本当に。嘘やんって思ったけど、もう本当なんですね。行ってみたら、きらびやかやわ。でも、男一人で行くようなところではないですね、本当に。女の子と、行って成立する。もしくは女の子ばっかりでしょ、行ってみたら。ねえ、唯一男がおったん、セガワールドだけでした、本当に。ねえ。ゲーセンばっかりに男いましたけども、あとエディオンね、はい、にはいっぱいいましたけども、いやー、ほんまにすごいな、今の天王寺あんなことなってんねや、びっくりしたほんまに。まだ僕が徳島行く前はね、まあ言うても天王寺もね、梅田、難波、天王寺ぐらいの勢いなんですけども、でも言うてもなのよ、っていうね、言うても。で、僕らインディーズライブでアベノベルタで、ね、市民学習センター、アベノ市民学習センターでライブをやったんですよね。コメディースタジアムっていうイベントがあったんですけども、それに出演してたんですけども、それぐらいでチケットもね、天王寺の駅前ぐらいでチケットこう売ったりしてたんですけども、もうね、今の天王寺もチケット売れるようなとこちゃうよ、ほんまに。おしゃれというか、もう、ほんまに東京です。東京行ったことないけど。ねえ。いや。で、あべのハルカス。これが見たかったんよ。もう、でっかいでかい。てか、もう、何ですか、高速走ってる時からね、もう、ハルカスがもう見えてるんですよ。もう、大阪のね、環状線とかの、梅田とか行ったら、もう、そうか、ハルカス見えてんよ。あれ、ハルカスちゃうんかなって思いながら。ね。ほんで、初めて昨日行ったら、もう、もう思わず記念写真も撮ってしまいましたけども、もう田舎も丸出しですよ。ねえ、うわーみたいな。ただもうおしゃれやわ。あれもね、こんな貧乏芸人が行く場所ちゃいますよ、ほんまに。金あるやつが行くところです、ほんまに、あんな。いやいや、こう、店員の目が気になりましたね。うわー、田舎も入ってきたで、みたいな。それに負けじと歩いてみましたけども。いや、すごかった。でも上の方もね、一応、一般の人が入れるのが14階までかな。12、13、14がフードコートになってると。で、9階には、こう、なんかね、ハルカスってこう、ダンダンダンってなってるんだけど、その1個目のダンっていう9階やねんけど、ここなんか、屋上庭園みたいになってて、で、こっちは建物まだまだ続くんですけどね。で、こっから、こう、ハルカスまた見上げたりできるんですけども。で、一応14階まで上がって、そっから景色見てね、すごい、もう夜なりかけたんで、もう夜景も綺麗かったですけども。もうね、とにかく天王寺、すごい、もう都会です、あれは。びっくりした、ほんまに。ほんで、いろいろとね、いろんなもんがまた出来上がったんですけども、前からあったやつもあるんやと思うんですけどね。とても新鮮で、そこからまあ天王寺から次難波まで、まあ、徒歩でね、
まあ、みんな徒歩はしんどいかもしれませんが、僕はね、へでもない距離なんで。で、ちょっと天王寺から北に進むと、もう天王寺動物園、その周辺を歩いてったら、新世界に行けるんですよ。で、こうね、天王寺動物園、南側の道路を歩いて行くと、新世界の入り口です。通天閣ね、スパワールドありますわ。で、ずっとそこをね、まあ、ここは結構歩いたことあるんですけども、また改めてブラッとね、歩いてみまして、で僕ずっとね行ってみたかったスマートボールのお店があったんですけども、どこにあんのやろどこにあんのやろと、大阪おった時もそうやったし、でたまにこうネットミーラ君とこうよくスパップ行ってた時もそれを探してたんだけど全然見つからなかったんやけど、昨日ようやく見つけました。でようやく見つけたんやけど、いやここかい、この前結構通ってるぞっていうところにありまして、なんで今まで気づかんかったんやと。で、100円入れたらね、スマートボール25個の玉が出てくるわけですよ。で、そっからこう弾いてパンパンパンって。で、そっからね、数字の書かれたところに入ったらその分だけの玉が出てくるわけですよ。で、最初ね、1回目100円入れて25やったけども、全然もう、まあ、3回ぐらいかな、5のとこ入っただけで、終わってしまった。でもう一個ね、ちょっとタイプの違う台があるんで、そっち行ってみたらもうじゃんじゃん出るわ、じゃんじゃん出るわ。もう最初25やったのに気がついたら150個ぐらいって、あまりの玉多すぎてね、もうこの台の半分がもう見えへんね、下半分溜まりすぎて。でがもうそれをまたケースに移し替えたら、そしたらもう 100が出来上がったんですよ。それでもまだここいっぱいあって50ぐらい約あるんですよ。でとりあえずもう100だけは残しといて、あとの50で遊んでしまおうと、パン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 やったら、でもブワ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 落ちくるんですよ。でももうこれじゃキリないなと思ってパン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 やってましたけども、でこれ玉の数ね、まあ全部もう別に気にせん人は全部使っていいんですけども、なんかね上見てみたらこう景品に変えれるんですよ、玉の数だけで。まあ大体基本お菓子なんですけどもね。で200個貯まったらぬいぐるみと交換できるんですけども、まあ僕、まあぬいぐるみ手荷物になるしなぁ思って。で、もうお菓子と変えよう思ってね。タケノコの山と、キノコの山とタケノコの里にね、キャンパスボーイ T シャツと同じはい、タケノコキキノコにね、50玉で1個交換だと。で、ちょうど俺100あったからもう、それ2つ交換してね、持って帰りましたが。で、最後またね、引っ掛け橋、恵比寿橋まで行って、道頓堀、ね。そこで、今ね、これですよ。あれですよ。どれやねん。ほら、グリコの看板。ね。今なくなったんですよ。また、5代目がなくなったんかな。で、次、6代目。5代目か?まあ、6代目か。まあ、今までのやつは、まあ、なくしたと。で、これから新しいのに作り替える期間の間、綾瀬はるかさんがグリコのマークをして撮ってるんですよ。だから期間限定ですよ、言うたら。それをまた見てきまして、写真撮って。またね、すぐね、ツイッターでね、こう iPhone 使ってツイッターでアップしたかったんですけども、ちょうどね、iPhone のカメラがちょっともうダメになってるんで、携帯の方にね、僕のプライベート携帯に撮ったんで、まだ後々ね、なんか、どっかでアップするよと思ってますけどね。まあそんな、昨日、一日でございました。こうやって喋ってると、もう早いもんで19分40秒。まあコメント読んでね、そうそう終わりに差し掛かりますが、まあ結局30分ぐらい喋ってしまうんですけどね、この15分配信と言いながら。キムコちゃんね、キャンパンワーとね、エリナちゃんもキャンパンワーと、教え家の登場びっくりですと、ドラえもんのようでしたでしょ、本当に。どうしたの、のび太くんってね、しょうがないなぁ、あれ。まあ、僕結構ね、どっかから出てくるシリーズをよくやってますからね。青で一回の時はお風呂から、トイレからね、いろいろやっております。過去にも布団の中から登場とかもね、いろいろありましたけども、アルダさんもね、チラ見中と、カスミンミンもね、清水さんお久しぶりです、キャンパンは
ねえ、久しぶりですな。で、黒沢介さんが大阪から徒歩で帰ってきたのと、無理無理無理、地下鉄御堂筋線を通ってきまして、地下鉄御堂筋線とさらに鶴見緑地線乗って帰ってきましたわ。あまりにももう昨日ね、一人で観光しすぎて、またね、足棒になってしまいまして、帰ってる電車の中、終電ですわ。もう眠たくなって、もう手に持ってたね、キノコ、タケノコの袋を気がついたらもう、パターンって落とし持ってて、まあそんな感じで帰ってきたんですけどね。まあでも、別に大阪からね、この門真まで帰ってこようと思ったら、徒歩でも全然帰ってこれます。ソンガツーさん、シミ、キャンパンは、キャンパンは、ねえ。いや、ソンガツーさんがね、昨日付き合ってくれませんか言うて、すいません言われて、間接的になぜか知らないところで告白、破れるみたいな感じになってたんでね。もう胸が痛い、痛い、ほんまに。まあ、慣れたいろな。ええもん、ええもん。俺なんかそんな人生だもん。ねぐら先着300名様って書いてあると、どこにどこに、いや、こんな 和室の中にこう先着300名っていうのはないですよね、さすがに。先着300名様に僕の髪の毛を1本ずつプレゼントね。ハゲるわ、ほんまに。ただ足りるけどな、でも結構髪質硬いんですねって言いながら、あ、白髪多いですねって、なると思いますけども。ねえ、ほんでね、エリナちゃんね、キミコちゃんもかな、これちょっとエミフル、マサキ来れるかな。23日火曜日祝日ですよ。で、それかな、先着300名ぐらいに、これなんかね、まあ午後の1時からと午後の4時からまあお笑いライブすると4組で。で、その後にネタやった後にビンゴゲーム大会をするらしいんですよ。で、だから、昼の12時と午後の3時に、なんかビンゴカードを配布すると、先着200から300くらいですけども。ねえ、ちゃんとだから、ライブ始まる1時間前にもう来て、それを撮って、まあ楽しんでもらえたらなと思うんですけども。観覧無料ですのでね、伊予郡にあります、愛媛県伊予郡、エミュール・マサキにぜひとも来てください。久々に愛媛でございます。あ、爆笑ライブ、やっぱりそのことやったね。待っておりますよ。ねえ、だからソンガツーさんはね、大分から泳いで、伊予郡の方に来てください。ほんで、明日が午後4時から FM 徳島フライデーオンラインキャンパススポーツをお届けいたします。なんか話すこといっぱいでね、ほんま25分以内に終わるかどうか心配でございますが、まあ、キャンパって、テンポよく喋っていきたいと思います。そして、20日の土曜日、これがですね、徳島ボルティスのイベントにキャンパスを出演することになりました。時間は午後の4時からポカリスウェットスタジアム外にある新鮮な徳島号を見て、ステージあります。そこではね、ブルースピリットのチアリーディングなど、あと前に僕たちがキャンパールのロケで行ってきましたワケベノリコフラスタジオのね、フラダンスであったりとか、いろんな催し物あるんですが、そこになんと東京からガンダムアムロレイのモノマネでおなじみの、ね、若いおさむさんも、登場するということで、それでキャンパスボーイも1日司会ということでございます。ぜひとも皆さん来てください。
僕はね、またキャンパスボール君でも登場するかと思いますので、皆さんお待ちしております。さあ、そうそうそう、だから後でちょっと若いおさむさんにもメールしとこうと思って、すっかり忘れておりましたが、ぜひともね、これも無料で見れますので、若いおさむさんはハーフタイムの、ピッチで、すごいよ、スタジアム内のピッチでトークするらしいのでね、これ僕らも出られへんのかな、どうなんやろ、まあ、ちょっとお楽しみにしていただけたらと思います。多分行かれへんわとつとがつさん、ほんじゃ黒佐助さんは徒歩でちょっと伊予郡の方にね、黒佐助さんは来てくださいね。来ましたよ。ちょっとね、また大分のね試合の時もね、多分また J2 ちょっと降格確定しかけてますけども、ボルティスはまだね、こうやってこう一緒になることがねあれば嬉しいですね。まあそんな感じで喋ってまいりましたが、皆さんそろそろ終わりたいと思います。徳島に住んだらすぐイベントとか行けるのに悲しいなぁと。いやほんまにね、引っ越してきておいで。ほんとに孫勝さん、若いおさむさんは40過ぎても若いおさむさんなんですねと。まあね、名前だから仕方がない芸歴10年目らしいですね。ピンになってってことでしょうね、多分アムロレーンになって。あ、えなちゃんエミフル行きます。おお、いいですね、ビンゴ楽しみですと。エミフルは人いっぱいなので早めに行く予定ですと。なるほど、僕らも多分11時ぐらいには会場入りせんとダメなんでね。はい、ちょっと楽しみが増えてきました。さあ、ではでは、そろそろと配信を終わりたいと思いますが、まあ告知はこれぐらいかな。またなんかあったら明日言うわ。はい、さあではでは、また明日の帰る準備とか、あ、チケット取らなあかん、バスの、危ない危ない、それも忘れんようにしとかんとダメですね。さあということでやってきました、キャンパスマンの徳島でキャンパラナイト木曜日の清水ひろみの一人でできるもん15分配信と言いながら、いつも30分するこの配信、楽しんでいただきましたでしょうか。見れなかった方はアーカイブで楽しんでください。タイムログね、結構全然差ないですね。はい、では皆さんよろしいでしょうか。よし、よろしいと僕は勝手にもう捉える。ではまた明日も夜10時からお届けします。皆さんぜひとも見てください。では行きましょう。明日もキャンパラナイト、ほなほな、私は押し入れに帰ります。最後は僕の、殿様姿でお別れです。Oh.